次です。新年度の今日から物流業界で時間外労働の規制が強化されます。いわゆる2024年問題です。これまで通り荷物が運べなくなる恐れもあり、福岡県内の企業でも対策が進められています。今日4月1日、2024年問題ということのスタートの日です。入社式で社長がこう語ったのは、福岡県志免町の物流会社白雲社です。物流業界が今日から直面する、いわゆる2024年問題。労働基準法の改正により、今日からトラックドライバーの時間外労働が年間960時間に規制されます。ドライバーの長時間労働を軽減するための措置で、月平均に換算すると20時間ずつ削減されることになります。これにより輸送量の減少や人手不足の深刻化が懸念され、これまで通り荷物が届けられなくなる恐れも。その問題に対応するため、白雲社では業務の見直しを進めてきました。ポイントは分業化だと思います。極力ドライバーはハンドルの時間に重きを置いて、ドライバーでないとできない仕事はもうこれは致し方ありませんが、それ以外、ドライバー以外でもできることは第三者にやってもらうということを今やってます。これまでドライバーが担っていたトラックへの荷物の積み込みを3年前からアルバイトに委託。ドライバーは運送業務に専念できるようになり、1人当たり1ヶ月の平均残業時間はおよそ20時間減ったといいます。人が足りない時代だから、いかに我が社としては、人を作り出していくというかですね、提供していくというか、そういったことが一つのポイントになるんじゃないかなというふうに。いよいよスタートした物流業界の2024年問題。深刻なドライバー不足を防ぐため、対策は待ったなしです。